モンテネグロ社会主義共和国は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国で、2006年に独立したモンテネグロの前身である。第二次世界大戦中の1943年、通軸国の支配に抵抗していたパルチザによって、モンテネグロ人民解放国家反ファシスト委員会の第一回会合が開かれ、その中で終戦後には、 連邦国家とする予定のユーゴスラビアの構成国として、モンテネグロ国家の設立が決定された。1963年7月7日以降、モンテネグロ社会主義共和国が正式な故障となるが、それ以前の故障はモンテネグロ人民共和国であった。国名の変更は、1963年のユーゴスラビアの憲法の変更と、 モンテネグロの独自憲法の制定によって定められた。モンテネグロはセルビア・クロアチア語を公用語とし、ユーゴスラビア憲法によるところの主要民族に基づかない国家であった。1991年初の自由選挙を経て、モンテネグロ共産主義者同盟はその党名を、モンテネグロ社会主義者民主党へと改め、国名からも社会主義の語が外された。 1992年にこの国名変更は発行し、モンテネグロ共和国となった。スロベニア社会主義共和国クロアチア社会主義共和国、ボスニアヘルツェゴビナ社会主義共和国モンテネグロ、社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア、社会主義共和国、ボイボリナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州1971年の国勢調査。 1981年の国勢調査。1991年の国勢調査。ありがとうございます。